カルです。今日の動画は秋のオフィスコーディネートを紹介します。はい、というわけでもうすぐ9月ということで、そろそろ秋服も気になってくる時期かなと思うんですけれども、今回はリリーシルク、ザラ、ユニクロのアイテムを使った秋のオフィスコーデを紹介していこうと思います。今回リリーシルクさんとのコラボ動画なんですけれども、リリーシルクはボーグ、エル、マリクレールなどの世界的ファッション誌に取り上げられたり、セレブにも愛用されているブランドなんですけれども、今回紹介するのがシルクやカシミヤなどの上質な素材を使ったアイテムで、有効に流さず長く愛用してもらえるアイテムたちだと思います。オフィスでもプライベートでも使える上質なアイテムを今回全て 20% オフで購入できるクーポンを用意していただいたので、気になるアイテムがあればぜひチェックしてみてください。それでは早速紹介していきます。動画スタート。ルックワンは私が今着ているこちらのトップスです。ユニクロのタックワイドパンツと合わせたコーデにしてみました。9月に入ってもまだまだ暑い時期が続くので、ちょっと秋意識なニット素材のノースリとか半袖って結構活躍します。モックネックタイプになっていて、そこまで首が詰まってないので、どんな骨格の方にも着やすいかなと思います。肩にボタンが施されております。こちらがマルベリーシルク 90% 配合されていて、やっぱり素材がいいのでとっても着心地がいいです。かなり伸縮性のある生地になってます。これ見たらお分かりいただけるかなと思ったんですけど、かなり痩せ見えします。シルク素材なのでかなり通気性が良くて、夏の通勤とかオフィスでの空調にも対応しやすい素材になってます。ノースリーなので腕あんまり出したくないよっていう方も、意外と半袖よりカーディガンがすごく着やすいのがおすすめポイントです。お袖がない分肩がごわつかなくて、カーディガンとかジャケットを羽織りやすいのも嬉しいポイントです。今インしてきてるんですけど、アウトしてみるとこのぐらいの丈感です。私は普段通り S サイズを購入したんですけど、本当にぴったりって感じでした。きつくもなくて大きすぎでもないので、ちょうどいいフィットした感じになりました。脇の開け具合はこんな感じで、インナーは見えない感じになっております。後ろから見るとこんな感じです。次がザラのニットとリリーシルクのメリノウールスカートを合わせたコーデです。メリノウールが 85% 配合されているので、かなり保温性が高いスカートになります。なので秋から冬にかけて長く着ることができますね。ウールのニット素材なんですけど、本当に綺麗にプリーツが入っていて、かなりしっかりして重みのあるニット生地になっております。裾に向かって広がる A ラインシルエットで、サイズはちょっと私悩んだんですけど XS サイズにしました。ウエストも伸縮性があるので、ぴったりウエストで履きたい人はいつもよりワンサイズ下げても大丈夫かなという感じです。歩く時の揺れ感がとっても綺麗です。後ろから見るとこんな感じです。今回はちょっと秋意識でニットベストと合わせたんですけど、こういうシャツとの相性もいいし、あとはこうやってシャツとベストを合わせたレイヤードコーデにも大活躍しそうです。次はこちらのトップスです。リリーシルクのカウルネック半袖トップスとユニクロのサテンスカートを合わせたコーデにしてみました。デザインのポイントがこのクルーネックのところなんですけど、首元にドレープがあって、シルエットがとても綺麗なデザインになってます。スリムフィットになってるので、普段のサイズ感で着るのがいいかなと思います。お袖はゆとりがあるので、二の腕もほっそり見せてくれます。わかりますか、この上質な生地感、肌触りも本当に最高です。お肌が敏感な人も着心地がいい素材になってます。後ろから見るとこんな感じです。丈感はこんな感じで、インしてもアウトしても使いやすい丈感になってます。このトップスはとにかく汎用性が高くて、どんなお洋服にも合わせやすいので、お仕事でもプライベートでも、あとはお化粧シーンとかでも使えるかなと思います。
次がリリーシルクのストライプシルクトップスとユニクロのデニムワイドパンツを合わせたコーデです。デニム OK の会社だったらこんな感じでカジュアルめなコーデもできそうですね。クルーネックのボーダートップスになってます。こちらもシルク配合でとにかく肌触りが最高すぎます。生地を近くで見るとこんな感じです。かなり編み目が細かい薄手のニットトップスになってます。このニットトップスのすごいところがシルクが入ってるけど洗濯機で洗えるということで自宅でのお手入れもとっても簡単です。私は今回 S サイズにしたんですけどどちらかというとスリムフィットになるかなと思います。オフィスコーデなのであまりピタピタだとちょっと浮いちゃうかなと思ったので私はちょっとゆとりのあるサイズ感を選びました。おしゃれなネイビーカラーのボーダートップスで長めの半袖なので二の腕のカバーもバッチリです。後ろから見るとこんな感じです。私が身長162センチなんですけどちょうど腰にかかるくらいの丈感になってます。これもとにかくどんなコーデにも合わせやすくて今回合わせたデニムの他にもスカートとかタックパンツとの相性も抜群です。はい、そしてお次がリリーシルクの半袖バイカラーニットとザラのスカートを合わせたコーデです。こちらのバイカラーニットはなんとカシミヤ 100% ということでとにかく柔らかくて暖かい素材になってます。完全に秋向けのデザインになっていてアウターと合わせれば冬でも使えるアイテムかなと思います。生地を近くで見るとこんな感じです。かなり肌触りが良くて着心地が抜群です。ほぼハイネックに近い形かなと思うのでこれからどんどん気温が下がってきても大活躍するアイテムかなと思います。裾とお袖がバイカラーになっていてシンプルだけどおしゃれ見えするデザインかなと思います。今回 20% オフのクーポンを作っていただいたのでカシミヤのニットがこの値段で買えるってかなりお得なんじゃないかなと思います。私今キャミを着てそのまま上から着てるんですけどやっぱ上質な素材なので全然チクチクせず着ることができます。なのでお肌が敏感な方も気軽に楽しめるニットかなと思います。後ろから見るとこんな感じです。丈感は私の身長でちょうど腰にかかるくらいの丈感で、まあ、せっかくバイカラーなのでインするよりもちょっと出してきた方が可愛いかなと思います。そして秋のオフィスコーデのスタイリングのコツとポイントをお話ししていきたいんですけれども一つ目が季節感を統一するっていうのが大事です。ちょうど季節の変わり目で秋服も投入し始めると思うんですけど上がニットなのに下がかなり軽い夏っぽい素材だとちょっとちぐはぐ感が出ちゃうので例えば今だとコットン素材のスカートを履いててどちらかというとちょっと夏寄りなんですけど上はニットでも同色系のアイテムを合わせてるのでそこまで違和感はないですよね。シルクのトップスにコットン素材のトップスとかを合わせると上が綺麗めな素材なのに下がちょっとカジュアルなイメージになるのでちょっと違和感が出るの分かりますかね。そういう時は下も綺麗めなサテン素材とかを持ってくるとだいぶ印象が変わるかなと思います。そういう点ではデニムはかなり汎用性が効いてオールシーズンどんな素材にも合わせやすいアイテムかなと思います。ニットとの相性もいいですしシャツとかブラウスの相性もいいので、まあ、オフィスでもいける綺麗めのデニムは1本持ってると便利かなと思います。こんな感じでニットニットコーデももちろん可愛いんですけど今私が着てるトップスとこちらのプリーツスカートは相性がいいんですけどこのボーダーとプリーツスカートだとちょっと違和感が出るの分かりますかね。これはトップスは横向きのボーダーなのに下は縦向きのプリーツになってるっていうところでニットニットだとちょっと重い感じがするかなと思います。ニットのプリーツスカートにニットトップスを合わせたい場合は上はシンプルなものを合わせるのがおすすめです。そして2つ目が素材とフィット感です。まず素材っていうのがあまりにも見た目が安っぽすぎるとやっぱお仕事にはちょっと不向きなのかなと思います。なので素材が薄すぎて透け感がないかとかシルエットが綺麗かっていうところはよく見た方がいいかなという感じです。そしてフィット感も重要なんですけどあまりにもオーバーサイズだったりタイトすぎるとそれはまたちょっとオフィスには向かないアイテムなのかなと思います。なのでコンパクトなトップスとかを着るときはちょっとワンサイズゆとりを持って着るのがいいかなと思います。
そして3つ目が洗練したオフィスコーデにぴったりなアクセサリーをちょっと紹介しようと思います。やっぱりお仕事中ちょっと髪の毛をまとめたりすることが多いかなと思うんですけど、そういう時に活躍するのがこういうバレッタですね。これだと本当に簡単に髪をひとまとめにして留めることができます。こんな感じですね。バレッタで留めるとゴムで留めるよりすっきりした印象になるかなと思います。そしてお次がリングです。まあアクセサリー OK な会社と NG な会社あるかなと思うんですけど、こういうシンプルなゴールドのリングはさりげなくつけれて洗練されたイメージになると思います。あとパソコン作業をする方とかだと指元を見たら結構テンションが上がったりするので、ダイヤがキラキラってしたアクセサリーよりはこういうディティールでおしゃれめにするリングとかがおすすめです。そして3つ目がカチューシャです。シンプルなバイカラーのデザインで上品なイメージなので、まあ私は前髪があるんですけど、前髪がない方とかはお仕事に集中したい時とかに髪をまとめることができるので仕事の生産性も上がるかなと思います。はい、というわけで今回は秋のオフィスコーデを5コーデ紹介しました。シンプルだけど洗練されていて秋らしいコーデになったかなと思います。今回気になるアイテムとかお気に入りのコーデがあったらぜひコメントで教えてください。というわけでこの動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。